アイブルです。えー、今日はアシクスのヌーサトライ14ウィメン、えー、こちらのモデルです、ねえーえー、をご紹介したいと思います、えー、今回です、ね、この紫色のカラー気に入りまして、えっと、入手したんですけれども、えー、買った後からこれが、えー、ウィメンズモデルレディースモデルっていうのを、えー、気がつきましたで、えっと、実はこれの前のモデルですねヌーサの13 こちらの青いモデルなんですけどこれ2021年の7月に買って今も現役で履いていますでこのシューズ非常にカバー範囲マルチプレイヤーぶりっていうのがすごくてロングソーはもちろんなんですけれどもスピード練習もこなせるそして耐久性もあるっていうことで非常に気に入ってますまあそれの純正進化っていうことが今回これですね 14どういう風に進化しているのか楽しみで手に入れました外観チェックしていきますと13と同じなんですがまあ他によく似てるなと厚底これ今で言えば中底ぐらいですかねしかもこう転がるようなガイドソールっていうのついてまして前に転がってクッション性いいっていうことで他にそっくりさんです それから特徴的なのが、このヒールですね、ヒールカウンターがこう伸びて、えー、このタンって言うんでしょうか、なんとうんでしょうか、プルタブ、これが伸びてるというところがあります。あと、このミッドソールに使われているのが、FF、えっと、ですね、えっとはい、フライトホーム FF、えー、まあ無印のミッドソールなんですけども、これ、非常にあの安定感あるし、クッション性も良くて、す気に入っています。 でえー、ソールパターンですね、ソールパターンについてちょっとご覧いただきたいんですけども、これ、えっと、13から全然変わっていません。えーまあ、あのソール、どういうふうに進化したかって、えー、楽しみはしておりましたが、まああの、パターンとしては変わってないと。であと、特徴的なのは、このウィメンズモデル、レディースモデルっていうのは、えっと、メンズに比べてワイズ横幅ですね、これが、えっと、狭く設計されています。 これはまた後でご紹介したいと思いますがこれは非常に気に入ってます。で、インソールはこれは13と同じくこういう一般的なこうペラッと。 のべっとした感じですねパンチングとかをされていない、レンカ版のシューズによく使われているインソールですけどこれが採用されています。あと、えっと、これ、えっと、13からも引き続きなんですけどクイックう、まああの、トランジットタイムを、えー、短くするためですねゴム紐があついておりますが、あと、シューナット、クイックもついております。えーまあ、こういうあのトライアスロンのモデルになっています。 前作の13です、ね、から、えっと、引き続いて、まあ他のそっくりさんということなんですけれども、まあ、厚底で、えー、ゆるかごソールを持っています。アシックスはこれをガイドソールというふうな、えー、表現してますけれども、まあ、その厚底であったりそれからそのゆるかごの構造というのは洗面つけたのはナイキ以前にですね、えー、他オネオネが、えっとえー、先洗んをつけたわけですべ、えーまあ、ての厚底シューズというのが まあ、他に似てくるっていうのはまあ、えー、否めないかなと。ただ、えー、進化をさせることができるっていうふうに、えー、思います。えー、まあ、他あ、私えっとクレイトンを履いたんですけれども、クレイトンに比較するとえっと大きな違い感じます。まず、えっと他についてはこのソールがですね。非常に広いんですね。 なので、えっと、上から見るとこう、えー、本当だったら、まあ、これ、えっと、ヌーサですけれども、えっと他の場合は、えー、ミッドソールが上から見ると、アッパーアイアルの横にはみ出したような横幅なソールっていうのが特徴になります。で、えーまあえー、横幅を広くする設計するっていうことで、 まああの衝撃吸収性並びにえっと安定性というのを向上を図るという設計なんですけれどもまあただ、これは好き嫌いあると思うんですけれども横幅が広すぎるとですねなんかこうバタバタするというかスピード特にペースを上げたときにあのなんかバタバタするなとでまあ別に実際結まをくことはないんですけれどもちょっと邪魔だな広すぎてで邪魔だなという印象を私、持っていました。 他に関しては、えー、まあ厚めのソールからまあマシュマロみたいな、えー、ふわふわしたようなイメージ持ってたんですけれども実際には履いてみると硬い感じがします、えー、おそらくはロッカープレートですね転がるようなソールっていうところを設計するために、まあ その方がこうした方が都合はいいんだろうということかなというふうに理解しましたただえ残念ながら私にはえっと足に合わなくてですねえっとまあ、好みに合わなかって、えー、レースに使おうと思って買ったんですけども結局レースに使うことなく、えー、まあ、生涯を閉じたと。 いういがありますそれに比べてですねヌーサの14ですけれども厚底ですけれどもこの横幅ですね他に比べると、まあ、ミドソールは上から見て見えないっていう、まあ、どちらかというとこうシュッとしたような感じのデザインになってますで外観上はヌーサの13と同じソールを使っているように見えますけれども実際は少し進化されておりまして、まあ、軽量化が図られています。 それからあの走り心地、ですね実際走ってみたらじゃあ13と14何変わったかというと私は大きな違いというのは分かりませんでした。 ミッドソールの素材はえっとフライトフォーム、まあこれ登場以来ですね、アシックスのシューズは一気に、えっと、軽量化が進みました。で、えっと、現在ではより反発の強いえっとフライトブラスト、FF ブラストですね、それから、えっと、さらに進化した FF ブラストターボというまあ軽量でかつ、えっとバネ感を高めた素材と進化します。でえー、今回、えっとヌーんの重要に採用されているのはもう無印のフライトホームですね。まあ 戦闘力は、えー、わざわざ私依然と高いと思っています、えー。戦闘力は高いです。で、えーまあ、中底ですね、今で中底のデザインでミッドソールにボリュームを出せることで、まあ、きびきびとした、まあ、走りの味付けになります。ただ カーボンプレート入ってませんのでなんかこう飛ぶような跳ねるようなっていうまあ,あの弾みっていうのはありません。今回ヌーサ14、えー、実測してみたところこれ26.5サイズですけれども、えー、2 0 9、えーまあ、まあ、2 0 1ムぐらいですねでえっとヌーサの13がえっと同じサイズで、えっと24よりも、えー、ヌーサ13よりも2 4ム、えー、軽量化されています。これすごく大きいことだと思います。 でえー、これはですね、さっきソウルのお話で多少、まあ、軽量化を進めたということもありますけれども、まあ、アッパーです、ね、の部分も、えー軽,量化えー、軽量化に貢献しているということでした。であともう一つはこの レディースモデルですね、まあ、それによって、えっと、軽量化が図られているという部分もあると思います。えーまあ、200g ですね、といえばもう、えーまあ、僕らが現役だった時代はもうスピード練習、兼用、レース兼用シューズ練習との兼用だい,たいえっと当時のターサーが 200g 前後ありました。 えーなので、ず、え、い、っとまあ、随分古い話になっちゃいますけれども、もう200グラムを切れば、もうスピード練習、えー、全く問題なく使えると思ってます。 でそれからまあフルマラソンのような、まあえー、距離です、ね、になったときにも3 5キロ過ぎてから、まあ、鉛のように足が硬く重くなりますけれどもそれでも、まあえー、足を前に運ばなきゃいけないというときにこの軽量差2 0 0ムというのは、えー、きっと大きな武器になると思いますヌ、えーさん14はトライアスロン用を歌ってますのでさまざまなチューニングを施されています、えー、まずはです、ね、オプションとして付、えー、いてますこの ゴム紐ですね、まあ、クイックもついてるんですけど、これ非常に、えっと、いいです。えーまあ、ただ、ビヨンビヨン伸びるだけじゃなくて、ある程度伸縮、まあ、性もありながら、硬さを維持してます。でそれからその、まあ、他にもです、ね、いくつかチューニングがあって、まあ、この、えー、タンについてるこうループですね、それからさっきのプルタブもそうなんですけども、トランジットに有効な、まあ、仕様というふうになっています。 であと、こう、臭の中、手術の中なんですちょっと見えにくいですかね。ここの、あの、タンですけれども、見えるかなタンの部分が、 あの袋状になってるんですね。なので、す、えっと、スッと履いたときにあの、足の中に、えー、このタンが折り込まれることなく、まあ、包むような形になるし、あと内側の素材も、やっぱりこう摩擦じゃない、摩擦がない、少ない、えー、素材なので、裸足で履いても大丈夫のような設計にされています。えーまあ、意外とですね、この仕組み、僕は今回はこのゴム紐非常に気に入ってまして、 あの普段履くときにですね、えー、すっと履けちゃうんですね、こやっぱりこのプルタブがあったりとかっていうのが、履きやすさを、えーまあ、トランジットにより有効になってるっていう風に感じてて、普段履いてる練習行くときも非常に、えー、重宝してます、えー。こちらのベースにモデルになってるのは、えー、エボライドなんですけれども、えー、とエボライド同様ですね、この n ー3 14っていうのは、まあ、フルマラソン3時間か4時間。 で、走るようなランナー向けに、えっと、設計されたシューズです、えー。実はそれだけじゃないですね。えっと、ヌーソン14っていうのの特徴の一つは、まあ、ガイド、そこ、えー、転がるようなですね、ソール設計なんですけれども、えー、まあ、前に転がりやすくするために、まあ、 この前足のソールが競り上がっててランニング単体で走る時よりもバイクのあのランニング、まあ、ブリックランですのその時にこのガイドライイン、ガイドソールっていうのは恩恵を感じます、まあ、走り始めですね特にその足が自由に動かないそういう自由が利かない足を少ない力で前に進ませることができると。 で足がそのランニングの動きに慣れてくると今度は、えー、転がり感というのはちょっとずつ薄くなっていきます、えーまあ、バイクの後のランの走り始め、えー、まあ、そこに強いという,う素晴らしいチューニングだと思いますアウトソールに使われているゴムなんですけれどもアハプラスですねこのかかとの部分使われておりますで えー、これ非常にあの優れた素材でして、えー、特にその対摩耗性能っていうのは、えー、他のメーカーに比べて圧倒的に、えー、っと強いです。えー、今入っているこの13ですけどもう600以上は走ってると思うんですけど全く、えー、このアウトソールですね。あの まあ薄くはなってますけれども、擦り切れることはなく、まあ1年以上持てば十分でしょう、まあコストパフォーマンスとしては十分でしょうっていうふうに私は思ってるんですけれども、十分な合格点があります。そそしてままああの炭酸に比べちゃダメなんですけれども、まあ こっちですね、今、最新の14ですけれども、まあ、あのグリップ力としてはまあ十分、必要十分にあるかなというふうに感じています。えー、まあ特にエイドステーションですね、補給所前後はどうしても選手、水かぶりますので、水浸しになっています。で、路面、常に濡れてますんで、えー、非常に滑りやすいというところがあるんですけれども、おそういったところでもちゃんとグリップしてくれますし、えー、ロードレースと違うのは、のの U ターン 多いんですねトライアスロンで、えー、そういうふうな滑りやすいシーンっていうのが多いんですけどもまあ,あのここグリップ力っていうのは非常に、えっと、トライアスロンでは重要だと思いますでアハプラスを使えるまあアシックスっていうのはまあその 摩耗性もそうだしそれからグリップ力を含めて、えっと、非,常な非常に大きなアドバンテージを持っていると思います今回ですねこの紫色のカラーに惚れてですね、えーまあ、カラー優先で買ったわけなんですけれども後からレディースモデル、まあ、ウィメンズモデルっていうのを知りましたで実際履いてみたんですけれども、えっと、非常にフィット感いいんですよね これすごく不思議で、なぜかなと思いまして、えっと、アシックストアさんで、えっ、ー、と、スタッフさんにお尋ねしたところ、レディースモデルっていうのは、ワイズですね、この横幅が E だそうです。えー、通常のあの、まあ、メンズモデルとか一般のモデルだと、えっと、大体 2E が、えっと、レギュラーモデルになってて、で、まあ、ワイドモデルというものが、えっと、3E ですね、のワイズになってるんですが、 レディースについては、えっと、デフォルトで、えいいだそうです。で、私なんですけれども、まあ、日本人には珍しいんですが、えっと、甲が低くて幅が狭いという足をしています。で、えっと、その、私の足には、えっと、非常にフィットしました。 アシックスで,で例えばターサーとかであればスリムモデル出てる場合ありますけど大体そういう時もスリムモデル選んでるんですけどもそれと似たような、えっと、幅の狭さがありまして私非常にあの気に入りました、まあ、今後は、えっと、積極的にレディースモデル買っていこうかなっていうふうに思ってます、まあ嬉しい誤算なんですけどもこの派手派手のシューズ私あの職場に出勤するときに、まあ、大体上はオフィスカジュアルで足元だけとランニングシューズっていうスタイル多いんです んですけれども、えーまあ、このヌーさんの14を履いていったらですね、まあ、同僚から声をかけられまして「えーまあ、足元は派手めにするといいですね」って言って、えー、と褒めてもらいました、まあ、女性に褒められると結構嬉しいもんですけれども、まあ、あの首から上がですね、えー、地味な構造にしておりますもんで、えー、こうやって足元にあの、まあ、目を向けてもらえるのがありがたいなと、まあ、非常にあの派手なデザインなので。 その同僚に限らず、えっと他の方からも、まああの、ちょいちょいこのシューズ履いていると声をかけられます。まあ、あのなんて言うんでしょう、えーまあ、数少ない女性から声をかけられるチャンスなんですけれども、まあ、あの女性からこういうことを言われると、一日ハッピーに、えー、ご機嫌さんで過ごせるというのは、えー、このシューズ買ってよかったなと思うポイントです。 であのずっとベタ褒めしております、えー、ヌーサン14ですけど、ど、まあ残念なポイントというのが1個だけあります。えー、これはあのヌーサン13でも指摘しましたこのインソールですね。えー、はい、こののっぺりとした、まあ、あの汎用性のインソールなんですけれども えーまあ、トライアソンしてると水かぶるので、えっと、水はけっていうところからでもやっぱりこのパンチングなされてないこのタイプですね汎用型のソールっていうのはあインソールっていうのはあまりおすすめではないかな弱点かなというふうに思います、まあ、できればターサーとかそれから、えっと、スカイセンサーに入っているような、えー、パンチング加工されてる穴開きのインソール、まあ、レース用のモデルっていうのがついてほしいなっていうのが、えー、願ってますで、まあ、過去ですね うあの,他のモデルを見ていると DS トレーナーとかゲルフェザーとか同じこのタイプのインソールを使っているんですけれどもサロマレーサーといって要は DS トレーナーの派生モデルでウルトラマラソン用のレーシングモデルがあったんですがそれはパンチング加工されたインソール使われていました。 なので、やっぱりこのインソールを見るとですね、開発チームのし設計思考を感じられますので、ぜひ次,次のモデルについては、あのパンチング確保されたレーシング用のインソールが欲しいなというふうに思ってますので、ぜひアシックスの皆さんよろしくお願いします。以上です。また何かチャンスあればお会いしましょう。ブルでした。バイバイ。